お願いします。ちょっとそこまで、ちょっとそこまで。 TikTok の宮城と申します。え、これは TikTok の方ですか？はい、中の人ですか？はい、すごい人たち来ちゃったよ。スキマスイッチのこの辺までやってみよう。はい、ということで今日は何をするんでしょうか。以前やった企画会議あったじゃないですか、はいはい、その中で TikTok 向けの曲を作ろうみたいな、あああったね。知ってもらうための何かがまず必要じゃない、うん、そうだね。 TikTok で流行ってるようなことをやるってことよ。あ、別にそこまで知れなくてもいいけどな。というわけで、はい、早速こちらの方をお呼びしました。どうぞ。よろしくお願いします。TikTok の宮代と申します。TikTok の方ですか？はい。TikTok の方、はい、で同じく増井です。よろしくお願いします。中の人ですか？はい。 TikTok 作ったんですか？作ってないです。作ってないです、はい、作ってないですね。TikTok を運営してるってことですか？運営チームにおります。すごい人たち来ちゃったよ。では TikTok でバズる曲を作るにはどうすればいいのか、うん、気になっているミュージシャンの方も多いと思いますので、うん、スキマスイッチが代表していろいろ質問をしてってください。はい、うん、いや、まあ、まずはだから、うん、TikTok のことを、ね、僕らももうちょっと知らないと、うん、一応やらせてもらってるんですよ、うん、僕らアカウントも、はい、公式で、うん、なんですけど、なかなか詳しい情報まで分かってないので、うん、TikTok はそもそも今世界でとか日本どれぐらいの方々ユーザーいらっしゃるんですか？世界では10億人。10億人10億人10億人ちょっとビリオン。やっぱりその年齢層は若い方が多いですか？そう思われてるんですけれども、あの僕たちが発表しているデータではなくて、あの第三者が発表したデータですと平均年齢が34歳というデータがあるというところでございます。あ、そうだ。ちなみにその曲、いろんな曲が投稿されてるわけですよね。そうですね。何曲ぐらい投稿されてるんですか？僕たちも数え、そうですね、ユーザーが自分のオリジナル曲をこう歌ってみましたみたいなものも含めると本当に膨大な数字、多分私たちも終えてないぐらいの数がもう、はい、全世界で投稿されています。これちなみにどれが一番多いんですか、そのジャンル的には？これも一概に言えないんですけど、ダンスが盛り上がる時もありますし、そういったあのユーザーにこう行動を促すような楽曲が流行る時もありますし、基本はでも音楽をメインとか音楽付きが多くて、音楽がバズるっていうあのことは多いですね。まあだって TikTok から出たっていうアーティスト結構ね、そうだね、いますからね。それはもうそのユーザーが自分たちで考えて投稿した、要はTikTok 側がこう仕掛けた何かとかってことでもなく、自然発生的にこうバズっていくんですか？もうそうですね、ユーザーさんの中で盛り上がってきたものをあの僕たちがどちらかというとこうピックアップするとかっていうことはやりますけど、はい、ちなみに最近で言うとこうあのバズってる曲とか有名な曲ってのはあるんですか？そうですね、後であの動画も見ていただこうと思うんですけども、はい、最近だとあすみさんというアーティストさんのパクっていう楽曲とかが、はい、ダンス投稿とかもあと料理の投稿とかも含めて盛り上がったりもしていて、あとそれこそ、TikTok だけで楽曲を発表されているジョーミュージックさんという方の楽曲だと写真を撮るような動作も含めて遊べる動画っていうのを風に曲も作られてる。そうなんですよ、もう、ね、狙ってそういう楽曲を作っていて、その楽曲の投稿数が増えていたりみたいな、さまざま。すごいな、それ。明確な違いって聞いていいですか、他の動画投稿の TikTok だけのみたいな。やっぱりそのユーザーの中のであの遊ばれていくっていうか、みんながそれをこう使ってあの自分の色を出していくっていう、その遊び方が生まれていく中でなんか自分の色を足していくみたいなところが
その UGC と僕ら呼んでますけども、ユーザーのなんていうんですかね、ユーザーが自分たちで作っていくコンテンツみたいなところがやっぱり面白いところなのかなと思いますね。だんだんそのユーザーによって遊び方がプラスアルファされていって、だんだん進化していくんですよ、うん、そういうところでさらに遊び方が広がったりっていうのはやっぱり TikTok ならではな部分かなと思います。なんか面白いよって言うと、あれ見たって言って、それがどんどん広まっていって、それでさらにそれにプラスアルファ何かつけてやったやつがまた盛り上がってみたいな。それそれ俺のやつとかってなんないんだよってきっとね。その考えた人はこう自分の考えたものがどんどん広がっていくのが多分嬉しいんだと思います。自分だけにしたくないっていうか、はい、シェアっていう、はい、アイデアもシェアしちゃうよね。いよいよこの本題いきますかね。それでは今 バズってる。そうですね、はい、先ほどお話しさせていただいたジョーミュージックさんという、ジョーミュージック、はい、誰も知らない君を見せという楽曲の投稿です、はい、誰も知らない君を見せてシャッター切るよ3、2、1。なるほど。はぁ、本当に10秒程度 の曲で、ただその最後の3、2、1カシャでユーザーがどんな投稿するかなっていう想像されて作られているので、狙ってるねこれは、でやっぱり言った通りになってる。いやだからもうその考え方が全然違う方向から あの楽曲の作り方なんだよね。ちょっと CM に近いかもしれない。あ、そうかもそうかも。引っかかるかどうか、うんうん、確かに、ね、イヤーキャッチとそのやっぱりなんかこうインパクトのある、うんうん、でちょっとその後に、はい、見たいです見たいです。ユーザーさんのそれをどう見たか、はい、まんまとハマってる動画ってことやな。誰も知らない君を見せてシャッター切るよ3、2、1。なるほど、これ、ね、これでいいんだ。確かにユーザーにどんな投稿をしてほしいかというところが本当に曲を聴いただけでパッと想像つくの で、いろんなユーザーがこういう風景動画であるとかお子さんの動画を映したりとか、そんな風に楽しめる、はい、本当に TikTok ならではの楽曲かなと。この部分しかないわけじゃないですよね、曲に関しては。 TikTok 上ではフル尺は使えなくて、一部その使える部分、サビの部分とかがあって、うん、そこをユーザーがさらに切り取って使って。ああ、そうなんですね。フルでは使えないですね、はい、登録自体もフル自体登録できない。一部ありますけどもほぼできないですね。例えば30秒とか1分とか、ね、1分とか最大で1分、1分尺の楽曲が多いですね。多いですね。勉強になるわ。確かに新太君言うようにそのコマーシャルソングに近いものはあるな。ねえ、うん、引っかかるとこ。お、なんか、ちょっとやらしい顔してんな。まだ思いついてない。まだ思いついてないけど、あの、道は見えてきた。なるほど、うん。今、傾向と対策を学んでる。そう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 、はい。これも遊べる楽曲っていうものなんですけども、はい、楽曲自体にそういう遊び方を勝手にユーザーが作って、それで他のユーザーが盛り上がるという面白いとこんな例ではあるんですけども、もともとその人、その制作者が曲を制作した人が狙ってたところとは違うかもしれないですね。そうなんです。あのシャローさんという、インストの楽曲を作られているアーティストさんで、うん、はいはい、シュワシュワハニーレモン 350ml という楽曲で、インストの楽曲にユーザーがこうアフレコをするっていうので、それがすごくあのアフレコが間違ったりしても面白いっていうのを含めて、君と私、綿菓子たわし、君と私、仲良し小良し、あなたもどうぞ、お一ついかが、今なら僕がついてきます。あ、もともとこれ言葉がない。オケしかなかったってことですね。オケしかないものに、このユーザーが、まあ、ある種早口言葉つけて、で、言えますかっていうのを他のユーザーに提示をして、その後に、丸2の動画も見ていただきます、うん、これが派生するんですね。はい、綿菓子たわし一発チャレンジ、せーの、君と私、綿菓子たわし、君と私、綿菓子たわし、君と私、綿菓子たわし、全然違う。なるほど。みたいな感じで、まあ、友人と楽しんだりだとか、その言えないっていうところも含めて面白いとか、自分のアフレコにアレンジしたりだとか、はいはいはい、はい、その楽曲を作った方はもうまさかこんなことになるとはっていう。そうですね、多分早く言葉が始まるとは思ってなかったです。ユーザーが今あれこういうアフレコで遊ぶみたいなこととかは自身で結構自由にやってくれますんで。あ、じゃあジャンル、一種のジャンルみたいなものがあるんですね、はい、なのでそういうのを促進するっていうやり方もありますね。
その遊び方を誰が提示するかみたいなところは結構キーワードかなとは。すげえ。ごめんなさい、すごい初歩的ですけど、あの TikTok 上に曲をどんどん投稿、曲だけを投稿することもできるってことですか？そうですね。で、はい、それを使って誰かが振り付けを使ったりとか。そうです。そしたら僕らはその曲の方に登録するってこと。あ、じゃあ別に画面がなくても音楽だけでも。音楽だけ。そう、だからもうそこは分かってない、ね、だから TikTok にまず楽曲これ使ってもいいですよってちゃんと登録して、で自由に使ってもいいリストの中に僕らの楽曲を入れて、もしかして使ってくれたらそれが広まる可能性もあるってことだね。そうだね。だからみんなそこにある曲を使って動画を撮ってるってことですね、要は。そうですね、はい、基本的には、はい、今スイッチさんの楽曲も入ってます。あ、そうなんですか。入ってるんですね、はい、見たことないこんなことやってくれてるんですか、みんなで。やってくれてはいないじゃないですか。これからあのやってくれる人が出てくるかもしれない。なるほど、もう言っとけば、はいはい、ちょっと俺あれいけそうだなってのあるんだよ。絶対忘れないでこれいけるんじゃないかな。ちなみにその運営者さん側から見ると、僕らで言うとどんな感じのがバズりそうだなというか、僕らがやるとこんなのがいいんじゃないかなみたいなことありますか。はい、あの歌詞の中にもう遊び方がこう隠されてるとか、うん、音にそのそれこそさっきおっしゃってたリズムにもう遊び方が見えるとか、なんかそういったものが合うんじゃないかなとは思っております。なるほど。実はもうあるかもしれないと思います、ね、探せば自分たちの新しく作るのも、そうですね、はい、あるかもね。ここ切り取るとそう、今までの曲で、ね、割とキャッチなとこで、はい、TikTok ならではとしてはやっぱりその聴く音楽ではなくてユーザーがいかに遊べるかみたいな音楽、うん、僕らもやり方としてはもうここって決め、自分たちがこの中から使う居所を選んでくださいじゃなくて、うん、もう狙ったものを作ってそれの前後フル尺にしてた方が多分、うん、そうだね、作り方としては、まあ、だから僕らでいうと大体もちろん毎回楽曲は3から5分ぐらい作ってるわけじゃない、うん、だからその部分の1個がキャッチーだとして、で TikTok でこうワーッとなって割とスキマスイッチのこう面白いねみたいな真似された時に、実はこの曲3分4分あるんだよっていうのがあると、よりこっちに帰ってきてくれるってことだね。そうだね。だから別で考えない方に、もう今ちょっとね、今アイデアをこう行こうとしてこっちの話全然入ってない今ここで浮かんでるものを覚えてもないと思ってたらで全く入ってきてなかった、ごめんごめん。でも多分合ってること言ってると思う。そうそうそう、そうだよ。もう一個ぐらいなんか、はい、ちょっと勉強したいです。勉強、じゃあ船子行きます。船子行きますか。はい、あの音楽っていうよりも音源ネタとして見ていただければと思うんですけども、これ何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 ネコなるほどね、これでいいんだっていうね。これで犬バージョンもありますし、はい、友達をこう猫耳つけた友達をみたいな人も、あ、そうかそうか、猫じゃないよっていうね。あ、この音源に関しては海外のユーザーもすごく使って、でそれこそ日本語のままで、日本語のままで海外の有名な TikTok クリエイターの方とかも口でアフレコして猫の真似したりみたいな。すごいな、みんないや、 やっぱりみんな考えてるんだよね。その時代も読んでるし、TikTok はこういうものだからみたいな感じのところですね、きっと。その辺も含めて、でもというと TikTok はこういうものだからを知った後で、こんなのはまだ誰もやってないよねみたいなとこ探すっていう。そうですね。あとはまあそういったものを表現したい人もいるかもしれないし。すごい。まあでもね、よかった今日これ。ちょっとね、ちょっとなんか見えましたよ。僕らがここに入っていく若者たちの、でもまあ平均34歳って言ってましたっけ。はい。だからそこに入っていく違和感、スムーズに入っていけるかどうかだよね。そうね、そこはあるけど、まあまあ、それ発信者がある程度の数字を持ってないと まず見られないですもんね。まあ、別にその発信者が、フォロワーが多い少ないというのはあまり関係ないです、ね、きっかけ次第です。きっかけで4、5人しかフォロワーいなかったら、いや、それでも見た人 の評価が高ければ AI がおすすめしてくれますんで。ああ、そういうこともあるんですね。ここは0人からでも盛り上がれる。すげえ、
もっと簡単な話ね、うちのこの YouTube の登録者数がもっといればもっとスムーズに入ってるみんながこっから発信したんだってことが分かるから。そうやな。でもほとんどの人が急にだからスキマスイッチ始めたそうそうそう、そこが危ないんだよな。ちょっと隙間スイッチじゃないかなっていう気があったんですけど、はいはい、こんな方法があったんだなっていうのがあったね、うんうん、めちゃくちゃ勉強になってますこの辺までということで今日はちょっとその TikTok 用のね、はい、楽曲を作ろうっていうのが会議で出て、はいはい、そうですね、これでやっとスタートラインですから。リアル勉強でしたね。リアル勉強でした。なんかの免許、はい、本当ですよ。だからもうこの回のYouTube が面白いとは思えないですよ、ね、ずっとほらだってめちゃくちゃ勉強してたもん、そうなんですかばっかりだから、ね、むしろ僕らがその会社に行かせてもらってただ単に勉強会させてもらうぐらいの会でした、ね、わざわざ来ていただいて本当わざわざ来ていただいてありがとうございます。とんでもないです、はい、TikTok で受けそうな曲のイメージできました。なんかねちょっとだけこの辺にぼんやり浮かんでたんですけど、あの言葉だね、歌詞が重要だね。これはそうメロディーのキャッチーさも必要だけど、そういうことってどっかで発信されたりするんですか。そんなに、はい、あんまり他に話さない。そうですねそこはやっぱりね若干ズルする気もしますけど、ね、そんなこと言ってられないそんなこと言ってられないですよ。そうだね、お二人がすでに作ってある曲をバズるってことも一応あるとは思いますけど、はい、まあ、せっかく TikTok の方にお越しいただいたんで、うん、お二人には曲を作っていただくってことでいいですね。そうですね、そうですね、一回ちょっとチャレンジしてみたいですね、うんうん、はい、ということでスキマスイッチ TikTok プロジェクトスタート、はい、はい、行きましょう、はい、頑張りましょう、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。ということで今日はこの辺まで。はいさい、めんそれ。あの頃の僕らはきっと全力で少年だった。世界を開くのは誰だ。君が大人になってくその季節が悲しい歌で